30周年笑顔になれ日本放送ナイスザラジオショー。ロケやって、はい、中継やってた。俺それ子供の子見てて、うんうん、皿ちぎれるぐらい笑って。本当に？この人なんだこの人とどうなの？あれでね、はい、なんか少しずつ仕事が増えてきて。ヤブからスティック。はい、今日本放送にお邪魔して、うん、これから、ラジオ番組やるんですけど、うん、ゲストです。ナイツさんのね。はい。漫才協会会長の会長ね、うん、ナイツさんの番組、うん、ナイツザラジオショー、そうそうそう、こちらにお呼ばれしまして、ね、サドンに突然だよ ね、 ね、しかもライブ生放送、うん、生放送です。ありがたいことです。ウーさん、ナイツさんは僕はねファーストタイムなの、ね、会ってないんだよね、うん、そう、僕ももうルーさんと仕事し手柄して18年ですけど、うん、やってないだろうって。ナイツさんとは1回も会ったことない。ねえ、ね、うん、テレビでは見てるけどね。あのお兄さんの花尾さんの方はあるかな、もしかしたら、うん、かもしれないですけどね、うん、今日はなんかルーさんの歴史をいろいろ紐解いて、ね、うん、なんかね、クエスチョンしていただくみたいな。そうですね、もうルー語でバンバン返してくださいね。やっぱりね、あの笑いにあのこだわりのある方たちですから、うんうん、ルースさんの笑いといえばやっぱりルー語ですよね。ね、うん、もうそれが一番ですからね。まあこれ他やってないですからね、うん、あの必殺技ですから、ね、鬼に金つくんですからね。だって英語っぽって言って話せば、うん、あのみんなが笑うってこれなかなかです。これないですよ、うん、だって普通ほら漫才とかって、うん、組み上げて組み上げて組み上げて笑いにするじゃないですか、うんうん、振りがあって落としてとかね、うん、このなんかあるじゃないですか、プロレス的な掛け合いが、うんうん、ヌーさんが違うからね。そう、次はさって言ったり、うん、やぶからスティックって言ったり、うん、ね、寝耳にウォーターって言うね。それだけで普通の会話の中で、うん、そういうのをどんどん入れると笑うんだよね、うん、これでも結局、うん、その日本語のことわざに限って言えば、うんうん、ことわざ、日本のことわざにも勉強にもなるし、そう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 、で英単語も覚えれるね、一石通帳です ね、 ね、通帳、いや一石スリ帳ぐらいになっちゃう、うん、あそうだ、ね、一石通帳、これまさに一石通帳です。そうなんですよね、うん、僕もあの中学生とか高校生の時に、うん、普段 の、 あの言葉の中に英単語は当てはめて調べてたんですよ。だからね、それがすごいなと思うんだよ、うん、私はほら放浪して、はい、あの高校卒業してからこういろんなとこ行ったから、はい、まあ、あの日常会話ぐらいはできるんだけど、うん、あのだけど例えば私がちょっと言ったことで「あのえ何ですかそれ」って、まあね、言ってたよね昔はね、うんうん、だけどあなたマネージャーになって、うん、あの英語も分かんだもんね全部。大体わかりますよ ね、 ね、ルーさんの単語はね、うん、そう、俺の単語っていうのは中学2年の2学期ぐらいの単語だから、うん、そうそう、でもそれすらわからない人が多いんですよ、うん、僕結構あ次はヒストリーかよとかね、うん、歴史の授業の時に、いやすごいね、めんどくさいなとか、いやだからあのあれだよ、歴史の先生、はい、そういう人だとは思ってなかったからさ、君も使うのかって使ってたんだって思うとさ、結構なんかある日ね、うん、あ日常の中に入れたら、うん、これ単語帳持ってたんですよ、うんうん、まあ、覚えるの大変だなと思ってたんですけど、日常の中に入れていくと、うん、結構覚えれるなって、ね、そう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 やってて、うん、そういうこと、だって僕はあの一番面白かったのは、あのディフィカルトっていう、あ、うん、難しいっていうね、はいはい、何が難しいんで、いきなりとだよって、あのね、中学校の時笑ってたんだよ。うん、で、それで、あの、ディフィカルトな問題だね、なんて言ってたら、もうそれが分かっちゃったから、使って、ディフィカルトがね、覚えちゃうんですよ、ね。覚えちゃうんだよ。この数学の問題、ディフィカルトだなって、ね。そう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 。使えますもんね。うん、やばい、このディフィカルトの問題とかさ。うん、そんなことをやってたらもう癖になっちゃって、うん、まあ外国行ったってことがあの最大のポイントなんですけどね、まああと帰国子女、うん、あのまあお付き合いしてたんですよね、あとお父さんもね、そうそう、やっぱりね、これはねルーツはやっぱりファーザーでしょ。そうだね、うん、だって普段の中にお父さんがいたらそういう言葉がポンポン飛び交うわけですから、うん、そう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 、やっぱりね覚えますよね。覚えるよ。あの、どういう意味なのって聞いても覚えるかもしれないし、うん、前後の頃脈絡から、そう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 、あ、こういう意味なんだろうとかね。うん、だけど、だって、マイさんって呼んでたからね。あー。で、ルーっていう、ちょっと、外国っぽい名前は、
トールのルから取ったんだけど、うん、これ命名したのがうちのファーダーだったね。そう、あ、うん、やっぱ大事ですよね、うん、だけどだからちょっと嫌だなと思ったのよ、うん、あまりにもあのなんかこうキザっぽく言うし最初は嫌だなと思ったんだけど、うん、やっぱりそれもなんかこう体に入っていっちゃった、うん、まあルサの時代でルサのお父様の時代でしょ、うん、嫌ですよね。だっていないもんそんな人しかもだってまだほら戦争がね終わってから、うん、そんな経ってないですもんね。そうだよ、時間がね。まあ29年だからね、戦争が21なんだっけ、うん、そんなもんで、まだアメリカに対してもね、うん、ちょっと思うところがね、うん、ある方もたくさんいらっしゃったりとか。そうだね。まあね、うん、まあ、だってうちの父はだってシベリア抑留してたんです。ああ、うん、でね、そうなんだけど、これがすごい話があって、うん、うちの親父が捕虜になってあっち行ったじゃない、うん、シベリア、はい、そんで僕が最初に役者をで、付き人になったんですよ。で、宮下達也さんっていう、はいはい、アクターがいたんだよね、うん、でその人もうちの父と同じ年だと。そんで後になったんですよ、うん、シベリア抑留で捕まったらしいんだ、うん、宮下さんも、宮下さんもそれは宮下さんからは言わなかったけど、で同じ年なんだよ、うちの父と。それから今お茶屋習ってるでしょ、うん、亡くなられた大家元、あ、先代の大家元の宗家先生、これがファミリーヒストリー見てて、うん、で実は私も、シベリア抑留だった、うん、そんで家元にからその話聞いて、うん、でシベリア抑留の本をいただいて、うん、うん、先生が書いた本だから、みんな3人とも同い年なんです。じゃあこれからナイスさんとね、そうですね、次はやりますね、エンジョイしてください。 OK、 はい、See you. See you. Welcome to the radio show. Guest show. メンザラジオショー毎日2時台はザ・ゲストショーと題してお届けしていきます。本日のゲスト、ルー大柴さんです。 OK あなたのルー大柴でございます。リップにファイヤー、リップにファイヤーね、口に火がついて、いいね。仏のフェイスも3タイムズだよ。仏のフェイスも3タイムズだよ。不思議問題いいですか、はい、ペアレント&チャイルド丼、あの親子丼。